ちが駆けつけてくれています。それでは皆さん大きな声で呼んであげてください。せーの、レオくん。来た来た、ほらほらほら、もうスタイルがね。そう、レオくんは体型が違うねんな、ちょっと。ということで本日もキーズステージよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ出たら OK ですか？ OK ということで、ということで早速登場していただきたいと思います。レオの前に肉食系がある。そうですね、カメラの準備お願いしますね。はい、はい、それでは登場いただきましょう。ビーズガールズさんです。どうぞ。Yeah!
たいと思います。皆さん水分補給しっかりして楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ここで告知を一つ挟ませてください。はい、8月14日金曜日、ホットホットフィールド神戸で行われるシダロックマリーンズ戦でビーズ夏の陣2015が追加開催されます。ね、ちょっと息がね切れてる。落ち着かんね。はい、でこちらなんですけれども、前にチケットをご購入いただいた全ての方にビーズ夏の陣2015オリジナルジャージをプレゼント、さらにご来場いただいた全ての方に応援スティックバルーンをプレゼントさせていただきます。はい、はい、さらにさらにその日はスーパーダブル花火ナイトの開催も決定しております。5回裏の花火がいつもより大幅にボリュームアップされ、さらに7回にも花火が打ち上がるとのことですので、はい、ぜひぜひビーズ夏の陣今シーズン最後なので、皆様で球場で一緒に盛り上がりましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一つビーズガールズからお知らせをさせていただきます。8月の13日アベナキューズマールにて真夏の通りですが開催されています。はい、こちらの開催期間中3回スカイコートで開かれている ABEX チャレンジステージに出演が決定としております。こちらの出演時間は12時45分を予定しております。はい、そしてもう一つ昨日発表となりました8月23日 A ネーションスタジアムフェスに出演が決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、出演時間は12時20分を予定しております。会場はヤンマースタジアム長居のリゾート特設ステージです。こちらもね、観覧無料となりますので、はい、たくさんの方にお越しいただけるのをお待ちしております。はい、お願いします。それでは少しの間ですが、私たちのパフォーマンス楽しんでいてください。はい、じゃあもう早速パフォーマンスに移りたいと思います。はい、ビーズステージは久々だなっていう、楽曲になってます。はい、それでは聴いてください。ゲーム。
アルバムに入っている新曲の中からこの曲を披露したいと思います。それでは聴いてください。シャイン。だけど寝坊しちゃった。そんなこと今はどうにか I want to hide it go。 お気に入りのスタイル準備はもう OK。 その風に耳を澄ませばほら聞こえてくるだろう。 It's perfect so it's perfect。 この場所小さな勇気が背中を押してくれる。見上げた空に続く道、歩き出す前向きでたら心を出して線を伸ばして走れもう一歩フォロー。どんなに辛くて苦しくても最高のスパイ届けに行こう。告知させてください。はい、私たち7月29日にファーストアルバム、はい、ビーズガールズのベストリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、まだご購入されてない方いましたら、はい、ステージ終了後の12時20分よりビーズショップ横の販売ブースにて私たちも販売してるので、よかったらお待ちして、お越しください。お待ちしてます。お待ちしております。そして今日ご購入いただいた皆様と、はい、南口 B スタジアム B サイトにて今日はサイン会を行わせていただきます。はい、12時半から予定しておりますので、皆様お時間よろしければぜひお越しください。お待ちしております。待ってます。じゃあもう早速次の曲に行きたいと思います。はい、イエーイ。カードお持ちですか皆さん。イエーイ。あれね。はい、よかったら回してください。そうですね、私たちサビの部分でタオル回してるので、よかったら私たちを真似して盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。それでは行きましょう。ステディーゴー。
ありがとうございました。
がとうございました。最初に言ったよね、試合後に来ない人は剥がして帰ってね、ちゃんときちっとブル君、あじゃあ頑張ってください。レオにはあんまり分かれへん、ビリケンさんとかだよ大阪ならではのねちょっと分かりにくいですかね。ローカル色が強いやつ。はい、じゃあ出してください、お題出してください。で1番目の方はこちら向いていただいて、はい、今回はこちら、皆さんにも発表いたします。これね、いろんな表現の仕方ありますよ。どれ使うかな。